次に会津町中アートプロジェクト2018の開催についてご説明いたします。会津町中アートプロジェクト2018につきましては、秋の恒例イベントとして今年で6年目を迎えます。今年は10月6日土曜日から11月4日日曜日までの間、七日町通り、野口青春通りを中心に市内各所の蔵や歴史的建造物などで全国漆芸大学や地元会津の漆芸作品展、県内外で活躍する会津地域県ゆかりの若手美術作家による作品展などなどの芸術作品展、さらにはワークショップによる芸術体験も開催し、市民や観光客の方々にが気軽に芸術に触れる機会を提供してまいります。今年は戊辰150年の年であり、先人に思いを馳せながら未来に向かっていくことをイメージし、過去と私、私と未来をテーマとしております。その特徴的な取り組みとして、新島八重が得意だったと言われている板ナルタを会津漆器協同組合青年部の手により会津塗で新たに制作いたしました。また上越教育大学伊藤准教授のご協力をいただきながら、市内中学校美術部の生徒が会津木綿や会津漆器の図案である会津絵を学んでデザインを考察塗装し、大町中央公園のベンチを再生させました。会津塗り板カルタやベンチ再生の取り組みにつきましては、10月6日の10時から会津稽古堂で開催いたしますオープニングセレモニーにおいて発表を披露いたします。なお、漆塗りバイオリンの演奏により式を美しい音色で彩ってまいる予定であります。また先ほど紹介しました全国漆芸大学の漆芸作品展につきましては、4カ所の展示場のいずれかに学生の皆さんが作成したオリジナル小帽子、こちらですね、カプセルトイを設置しております。1回500円で数量限定となっておりますので、探し出して世界に一つだけの起き上がり小帽子を手に入れてはいかがでしょうか。この他にも街中の式典をの一品を展示する蔵出しギャラリーや、市内高校生の作品展や本市収蔵品の美術作品展など各種の企画展示を開催いたします。さらに今年も会津ブランドものづくりフェア in 街中2018と連携してスタンプラリーを実施し、応募者の中から抽選で素敵な景品をプレゼントする企画も用意しております。10月1日号の資生堂にはイベントの詳細な内容とマップを掲載したパンフレットを織り込み全個配布いたしますので、ご家族揃って街中を巡り、芸術の秋に繰り広げられる漆とアートのコラボレーションをぜひご体感いただきたいと思います。私からは以上です。